ブルコでございます本日はエジプトの英雄モハメド・サラー選手をご紹介しますサラー選手はリバプールで得点王に輝いた26歳のストライカー 3月に行われたエジプトの大統領選挙では立候補もしてないのに100万票も集めて2位になったんだってまさにエジプトのスーパースターもちろん首都のカイロはサラー選手の広告であふれてるのよこれはペプシの CM ボトルにもお姿がサラー選手のふるさとは ガルビーヤ県のナグリグ村。サッカースクールの壁にはもちろんサラー選手。これはサラー選手が通ってた小学校と中学校。この人はその時の同級生カーデルさん。これはサラー選手が建てた子供たちの集会所。定価病院も建ててしまったのよ。 しゅはふるさとのこどもたちのためにがんばっているのよね。ってかブルーオはふるさとのためになにかしてるかってわたしのふるさとはみなさんのこころのなかにあります。